白井久志賞は日本の競馬評論家。日本中央競馬会の元長教師。所属は立党トレーニングセンター。JRA 及びマスコミ各社の表記ルールにより、一部の地方競馬を除いて競馬中継や新聞、雑誌では白井敏明と表記される。広島県呉市生まれ、大阪府育ち。立命館大学経営学部在学中は、 マンドリンクラブに所属していた。大学卒業後、1968年に、京都、上田武志9社で、休務員となる。1973年には、同級社の調教助手となり、1978年に、調教師免許取得。初出走は、1979年10月6日の中京競馬第9競争の春か星で14着。 初勝利は1980年3月23日の阪神競馬第8競争の鈴鹿成功で、延べ46頭目であった。2015年2月28日付で定年により、長教師を引退した。引退後は、産経スポーツと週刊ギャロップで競馬評論家として活動している。馬の決闘論には特にこだわりを持っており、また、管理にあっては馬体重を、 重要視していた。太字は文科、文下生括弧内は、旧社所属機関と所属中の職文。ABC 方程式、168ページ。レーシングトピックス日本中央競馬会2015年3月2日。閲覧。ありがとうございます。